毎度、金太郎です。毎度、大地です。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。あけましておめでとう言ったか。あけまして、なんかお前が反省した状態言ってたんちゃうか。あ、そうやな。まあ、じゃあ久々やめちゃめちゃ久々。すぐサボってまうから俺ら。もう2月やで、ね、1ヶ月が平気で休むから。そうやな、ちょっと更新頑張らなあかんな。うん、まあ1回それ言ってるけど、まあまあまあ、で、まあ今日は久々外ロケやん。今日はタイモン。タイモン。タイモンっていうか、なんていうの、なんか気になってるもんあるな。アップルウォッチ最近買って、うん、ほんで、そこでなんかアップルウォッチのなんかケース、うんうん、なんかこれインスタで iPhone ケースじゃない、アップルウォッチ、アップルウォッチケースみたいな、うん、アップルウォッチをカスタマイズする、そうなんか高級なあれやもんな、うん、なんかそれが気になるみたいで、なんか格闘家の秋山さんとか、うん、清原さんとかがなんか出てたところを見たような、うん、見てないようなで、なんか俺もちょっとインスタ見てるなんか結構なんかそれが気になるね。そうそれ一回見てみたいなと思って見させてもらいました。で、今日大阪南の心斎橋大丸、大丸から来ました。で、あれやんな、上から大丸から気に入ったプランバ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 ン買っていくんだよな、今日は。なわけない。っていう感じで、うん、アップルウォッチの一回カバーを見に行かしてもらって、うん、今日買う、まあ、え、もう買わなかったの、その2人。いや、でもまあ買う予定ではいいねんけど、撮影許可もらったの。撮影許可が降りに行ったら、この動画は成り立ってない。まあだからまあ、とりあえずまあ一回まあ見に行って、うん、なんかどんなもんか、現物俺も見たことないし、まあこれで許可が降りたら、ラッキー。まあ、そうやな、動画としても成り立つしって感じで、今日は一回、じゃあ開門道具になりますということで、めっちゃしょうもない企画してもってる。年明けでもなく、福袋買いに行くとかじゃなくて、2月になって大丸行くっていうって感じです。え、なんでお前アップルウォッチそもそもこうだ、ロレックスの時計持ってるやん。アップルウォッチやったら、ああ、まあ5万ぐらいやし、なくしてもまあ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 いけるやん。でもアップルウォッチ買ったもののちょっと寂しいな。まあみんな使ってるな。そうそう、だからなんかこうみんなと違うものを欲しくて、練習の時意外とめっちゃ真面目な格好いいけど、全然金ネックとかロレックスとかつけてへんもんな。って感じで、うん、はい、見に行きます。はい、行きます。今日行ったら買わなかった。ほかありがとうございます。ありがとうございます。大丸でな、でも許可降りたら買うの知らなかったんですよ。いや、ほんまにそんな YouTube の撮影とか行って許可ほんまに出たらマジで買わなかった。でもハイブランドやったらちょっと無理かもしれないけど、どうなんやろうな。あれいや言うけど値段結構高いよな。せえ、だから高級やから。うん、待ってます。お前言うよ。俺言うた方がいい。ちゃんと喋ってる。じゃあいいね、来てたよ。すごいここのブランドさん興味あって、はい、僕らちょっと YouTube やってるんですけど、はい、もしよろしければ、はい、こう撮影させていただけないかって。かしこまりました。今確認いたしますので、少々お待ちください。はい、ありがとうございます。確認してくれる。速攻で断られるから。お前ら誰やねん、多分思ってあるって。一回帰ったんだ。うん、はい、すいません、お待たせしました。はい、今ご確認が取れましたので撮影の方は大丈夫です。あ、大丈夫ですか。大使が交渉してなんとか撮影許可を下りました。特別にね、この大阪の心斎橋の大丸さんなんですけど、なかなか中でな、百貨店の中で撮影させてもらうことなんかないから、今特別にポップアップストアでゴールデンコンセプトさんっていうブランドやねんけど、アップルウォッチのラグジュアリー、なんかカスタマイズみたいな、アップルウォッチにこう装着してこうかっこよくするみたいな、うん、ブランドみたいなんけど、すごい金太郎は気になっちゃって、俺が一回見たいと思うんで、で、まあ、ちょっと先俺ら二人一回見とってんけど、ちょっと欲しいなって感じやから、せっかくやからちょっと買うとこちょっと撮影させてもらおうかなっていうふうに思うので、はい、買うのは分からんけど、はい、や、いやいやいや、買わなかった。高いな。僕絶対買わなあかんねんみたいな顔してるから。いいのあったら、いいの、ちょっと一回、はい、見ていこうか。本気で選ばなあかんね。買わなあかんね。結構、あれやから、どれが、はい、まあ、人気なん、正直。全然、後ろのサイズが、いや、格闘技時代なんとかはこれなんですけど、はい、練習、その格闘技やってて、はい、トレーニングに行くその時計を、はい、これやったらちょっと寂しいなっていう。あ、ありがとうございます。
こう寄らせてもらった。ありがとうございます。なんかおすすめ。あのレザーのシリーズがあるんですけど、はい、やっぱりこう練習する方に関してはちょっと濡れてしまったりとか、はい、こうまあ味は結構出るんですけれども、うん、そういう方に関しては一応ラバーのサイズがございまして、ゴム、はい、今の感じですか。そうですね、ラバーのタイプが一応今一番人気もありまして、はい、新しいシリーズもラバーのタイプでご案内します。すごいですね、これめっちゃこれかっこいいけど、めっちゃかっこいいな、これ俺これ欲しいんやけど。サイズが40ミリで、はいはい、アップローチの対応の40ミリで、ワンサイ44と40ミリがございまして、はいはい、ワンサイズ小さい方になっています。これ7ミリやったこれ何ミリ。こちらだ と、44ミリで、44ミリに合うやつだったら、はい、はい、ありがとうございます。これかっこいいね。これメインユーザーするそうだよ。これ見てください。値段は値段18万7千円。悩む。いい値段やな。なかなかいい値段。ちょっと一回これ見せてもらっていいですか。わかりました。実際これアップルウォッチで入れてるところ見たことないから、なんかどんな感じなの。でも全然違うな。ただのこうアップルウォッチであるよりさ、なんかこんなんついてたらだいぶ。これがこれ中に入るって感じなんですか。ありがとうございます。これ絶対かっこいいな。これアップルウォッチ見えへん。アップルウォッチ見えへん。全然雰囲気変わんない。これもしどう。おいよ。恐る。いいの。これはこのキラキラしたやつ何？クリスタル。クリスタル。クリスタル。スワローズ。なるほど。あ、なるほど。だいぶ高級や。ここの部分は何になるんですか。316L ステンレス。ステンレス、医療用のステンレス。壊してまいそうやこと。練習できん。買い取りは。買い取りは勘弁して。さすがにちょっと練習やったらこれなんか派手すぎるな。まあその練習の時につけて練習確かにな。これやったらちょっと地味で、そのままちょっとあれやけど。寂しいや、うん。これ。黒。こちらは一応44ミリの、でかいな、ちょっと。でかい、あ、これこのままつけられへん。すいません。毎回試みるけど、最終やってもらうっていう。雰囲気がどれ選ぶかにも全然変わるわな。これはちょっと、ちょっと違うな、なんか これが一番高そうやけど。これ結構値段するな。これは、はい、スワローに色がついてるっていう感じですよね。さようでございます。まずこれ第一項。第一項色とかで言ったらどんなんで、うん、黒系。あ、こっちもあるね。あ、でもこれでもちょっとな、なんかあんまり変わらんやん。これが結構定番なデザインになるんですかね。はい、こちらに出てます、ラバーのタイプが一番定番のシリーズになりまして、はい、うん、一昨年の11月に上陸した時からある。あ、はい、あ、で一番新作どれなんですか。はい、一番新作がこちらの裏の部分に言われる結構高い RSC というレーシングスポーツタイプのモデル。この2つですか。この2つとこれこちらの4つと、あとこちらが一応こちらもレーシングスポーツモデルになる。レーシングスポーツモデル、はい、この感じは、この全部この感じはなんか、これないかな。ちゃうわ。うん、そうや。このゴムがいいの。このどっちかといったらこのゴム。ラバーが入ってるやつ。そう。でも、これやったら、あんまり変わらん。ちょっとここに。もうちょっとなんか、もうちょっと派手さ欲しいな。俺がゴールデンコンセプトを見たは、こういうの。あっちは見てなかったけど、こう。ラバーでちょっとごつめみたいな感じで。そう。雰囲気かっこいい。日本に入ってきたっていうと、どこのブランドなんですか。スウェーデンのブランド。スウェーデン、はい、スウェーデンやってる。これ買ってしまっていいや、分かれへん。スウェーデンがどこにあると思う。スウェーデン、めちゃくちゃいいイメージ。あ、これかっこいいわ。スウェーデン開放的な国です。大好き。どうですか。マイナスなブランド。これどうですか。これめっちゃいいんちゃう。俺これ、お、これ全然雰囲気ちゃう。ガラス入ってるより俺もつけさせて。買わなかった。つけたら買わなかった。結構ごついな。これ金太郎に合うやつ。44ミリ。44ミリ。はい。合うやつ。使用可能でございます。
うわでもこれも迷うな。でもこれやったら、これは何ですか。こちらが先ほどお伝えした一番定番のモデルになりまして、はい、これ良くないか、めっちゃ迫力あるくない、大きいでこれ、普通の普通に地味すぎひんから言うよ。これの中にアップローチ、お兄さんからその状態ってことですよね。はい、こちらが一応アップローチが入ってる状態になります。でケースだけだとこちらが一応、これなんぼですか、はい、こちら一応税込みで99,000円。これ安いよ、うん、見た目はこれの方が買った。こっちは何ぼですか。こちらは一応209,000円で税込みで。これもかっこいいな。これは、はい、ラバーと、はい、これは何なんですか。素材は一応チタンと横が下になりまして、フェースがカーボンの。チタンとカーボン、はい、ああだからちょっと値段もかなり高いです、ね、そうですね。チタンとカーボン、はい、素材いいよな。でケースだけだと 22g になります。軽いの。へえ、ちょっと一回これ着けさせてもらって。まあアップルウォッチ入ってない状態だからこれ軽いからええんじゃん。なんかこの10月からって高級感もあるけど、ちゃんとつけてるときは軽いから。営業すんの今日打ったら 5% もらえねえな。じゃあ怖いよ。また見せた。これちょっとサイズでかいから今。これサイズ調整ってどういう風にするんですか。切って接するタイプになるので、はい、本当にお客様の腕元にぴったり合うモデルになっております。これめっちゃいいわ。一回これ入れてもらえていいですか。iPhone アップルウォッチ、 iPhone 入れますか。入れましょう。アップルウォッチ上げ足取ってくるからすぐに。大阪人雰囲気な、ちょ雰囲気味わいたい。でもまあこっちもいいけど、えこれはこっちも、いやもうそれはちゃう。うん、これ見たらでもこな派手さはこっちやけど、うん、なんかこっちの方がなんか練習で行ってもなんか馴染めるし。カーボンとこれスポーツモデルなんですか。これはレーシングスポーツ。レーシングスポーツ、はい、あでもこっちも欲しいな。こっちも欲しいっす。これ買ってくれてもいいで、これでちょっと無視そうなやめて。はい、一度ご装着の方は、はい、お願いします。はい、一回これで一回どんなもんか雰囲気な、まだ分からへんけど。これ買ったらこんなんついてくるんですか。はい、一応専用のドライバーもお付けさせていただいております。今一応電源を切って装着させていただいた状態なので、はい、こちらで今つきました。そうしましょう。最初は大きめに誰でもつけれるように大きく作ってるんですよね。さようでございます、うん、いいんちゃうこれ。画面ついたらまたごっついよなこれ、うん、めっちゃ高いし。いいよ雰囲気高級やなこれ、うん、めっちゃ高級ですね。ありがとうございます。でこれ入ってる感じだといい感じに軽い。軽いめっちゃ軽い。じゃあ、つけ取っても全然軽い。買うんやったら買いますか。え買うんですか。あの皆さん待ってますし、カメラも回させてもらってるんですけど、大阪でな買うしかない状況を作られてるやん。でも、めっちゃ気に入った。それいいよ。買うと思ってんで、おこっちかこっちを、うん、迷ってるのかな。ちょっとこれ高いのが、うん、結構でもこれ何持って。これ20万以上。これが練習用の時計、うん、えライジングファイターに分かってますよ。だからこっちにしようかな。じゃあどうしようか。はい、ます。はい、買います。はい、買います。お願いします。そんな簡単に買われへんのまあまあでもいい価格帯やんな。お前だから、うん、なんかそのじゃあ見てこれ、ケースとかもめっちゃ、ほら見てこれ、ええな、この感じすごいな。これほんまに高級だ、すごいなあれって考えたら、まあその高級感ってラグジュアリーけど安いよな、うん、めっちゃ良くないですか。購入しました。まだ買ってないからこれもしプレゼントとかだったら、はい、なんかまた持ってきたりしたらこれ調整とかそうですね、手首 あのサイズとお分かりであれば、あとアップルウォッチもお持ちであれば、まあ、アップルウォッチも装着した状態でお渡しするっていうのも可能でございます。もし家でその自分で調整するってなっても結構簡単にできる感じなんですかね。そうですね、先ほどお伝えしたあの専用のドライバーが皆様にお付けしておりますので、はい、裏蓋のネジを外していただいて、アップルウォッチにラバーのカバーをかぶせてって手順が全て書いてあります、はい、説明書もついて、はい、説明書もつけさせていただいております。格闘台に入るんじゃんこれ、うん、良さそう。スポーツ系にやっぱいい。ジャージとかにめっちゃ合いそうやもん、うん、
こっちだ、ね、こっちだって、はい、感じやいや、でもいいな。あと1個だけ切ってもらっていいか。かしこまりました。いいわこれ、うん、めっちゃ渋い。今、普通見せさせていただきました。こういうのカメラ見てください。これ、画面ついてる方がどう渋い。ええの？いい感じ。ありがとうございます。はい、アプローチはこのままつけていかれますでしょうか。はい。はい、お願いします。分かりました。こちらを読みになっていただくか、お電話していただいてもこちらでご対応させていただきます。めっちゃ気に入ってるやん。これもちゃうやで、お前。トイザラスにこのぐらいずっと見てる。ええ感じやろ。現金、カード。どうしようか。カードで。カードで。はい。しまいました。すみません、大変お待たせいたしました、はい、ありがとうございます。え、これ袋金太郎やから特別に金なんですではなくて、ではなくて、はい、皆様どれだってもね、かっこいいな、これ1個もな、うん、黒までここ大丸の心斎橋店は、はい、今ポップアップストア特別に、はい、展開してるってことで、はい、今月22日ありがとうございます。今月の22日までみたいなんで、よかったら大阪の皆さん大丸心斎橋見に来てください。ありがとうございます。頑張れ。俺しか喋る。ええ感じです。ええ感じです。練習つけていきます。またここのゴールデンコンセプトさんの、簡単に購入できるオンラインストアであったり場所であったりは URL を概要欄に貼っておくので、皆さんよかったら見てください。お願いします。します。今日はこんな感じで、はい、いいですか。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ僕の買い物に行きたいと思います。